それでは田辺もらいますと全日本スーパーフォーミュラ選手権第12戦の終了後記者会見を行います。では各、表彰台たたえた3選手に改めて拍手をお願いします。お願いします。それではまずこの第12戦、記録についてのポイントウィンという形になりました。コムスジュリアのアレス選手です。今日の最終レース振り返ってください。いいスタート取って、そこから P1 最後まで持ってたけど、最初はちょっと難しくて、あんまりタイヤウォームアップそんなに良くなかったから、絶対メッドレースまで名取選手僕より早かったから、絶対集中がとても大切なので、ミステイクしないダメと、そこから僕のペースマネージしてと、最後まで P1 持ってたけど、絶対最初は名取選手抜けなかったから難しかった。序盤、レースの最初の方は、名取選手の方がペースが非常に速くて、あまりギャップをエクステンドできなかったと思うんですけども、その後少しずつ差が開いてきた状態で、ずいぶん気持ち的には楽になりましたか。絶対楽だったのです。でもミステイクしない方がいいので、でも絶対最初よりもうちょっと簡単だったので、でも本当にそんなに簡単じゃなかった全部レース。このスゴーのレース、レースウィーク、スーパーフォーミュラライズが3レース、あとスーパーフォーミュラの予選決勝ということで、ドライコンディション、昨日はベッドでしたけれども、今日は非常に体力的にもタフだったのかなという気もしますけれども、どうでしたか？あんまり聞こえなかった、ごめん。So, how was your physical condition on this third race? フィジカルコンディション絶対良かったっていうのは、問題、リミテーションがなかった。でも絶対レース終わるときもやっぱりちょっと頭痛くて、だから絶対、頭疲れるけど、でも体は絶対とりあえずワンピースで大丈夫です。このスゴで2つ勝ちました。次のレースがモテギになりますけども、モテギに向けていかがでしょうか。モテギまた新しいサーキットなので、だからまたゼロから始まってと、シミュレーターでフリープラクティス Thursday と Friday はとても大切なので、だからそれは僕の集中。はい、ありがとうございました。はい、すみません、本日2位となりましたビーマックスレーシングチーム名取哲平選手です。今日の第12戦振り返ってください。はい、今日のレース、このレースはすごい結構いろいろと問題があって、まずスタートから、すごい出だしが良くて、あ、スタート決まったと思ったら、SF も見て思ったんですけども、イン側の、スタート、イン側のストレート上のイン側がすごい、ダスティー で、全部SF の選手もアウト側がみんなトップの方行って、で僕自身スタート決まったと思ってすごいもらったと思って横見たら響選手が隣にいて、あっと思ってそんな感じでスタートも全然ダメで、で、すぐポジション取り返したんですけど、その後ペースすごい良かったんですけど、ちょっとやっぱスゴーっていうこともあって抜くまでには至らなくて、すごいちょっと難しいレース展開で、でずっと、チャンス狙ってたんですけど、やっぱダウンフォースの加減もあって、でオーバーテイクするまでにも至らなくて、ちょっと攻めすぎた結果フロントタイヤがオーバーヒート気味になって、ちょっと、フラストレーションたまるレースでしたね。午前中の第11戦からまたコンディションが変わって、先行走行に近いようなコンディションだったと思うんですけれども、車のセットアップ的にはかなり狙ったところにはあったでしょうか。いやー、全然レースの、練習のコンディションと比べて全然フィーリング変わってて、SF のレースの後ってもあって非常にゴーも高くて、ちょっと練習にはなかったコンディションでのレースだったんですけど、車はすごい良かったんですけど、あとちょっとレース中盤に僕スロットルに
滑り止めっていうかザラザラしたテープを貼ってるんですが、まあ、これ練習でもあったんですけど、それが剥がれちゃって逆に粘着のものだけになっちゃって、粘着のものがそれがアクセルにあの靴についちゃって、あのレース中盤ずっとアクセルから足が戻せない状況でずっと走ってて、それもあってちょっとミスがあったりして、ちょっといろいろなんか自分の思う通りに、まあ、結構不運があったかなとは思います。まあ、あのとはいえ、これで、総合大会1勝には終わりましたけれども、まあ、ポイントリーダーのまま茂木に向かいますけれども、茂木に向けて、まあ、早くチャンピオン決めて SF に出たいので、あの絶対見てる人は見てると思うので、まあ、早く常に、いろんな人に見てもらえて早く走れるようなドライバーになりたいなと思います。はい、ありがとうございました。すみません、本日3戦連続の3位という形になりましたトムス平響選手です。今日の最終レースを振り返ってください。はい、まあ、今大会の話からすると、まあ、3戦連続3位表彰台っていうところは、まあ、今年、まあ、今までした中でのレースでは一番ベストの結果になることができたんですけど、やっぱりまだトップもしくはトップ2との差がすごい あるので、まあ、そこを本当に詰めていかないと、今後レースしていく中では全然戦えてないなって思うので、次の茂木とかも早くドライビング見つけてレースしないとなと思います。で、今回のレースの話をすると、スタートはやっぱ得意のスタートで名取選手を抜くことができたんですけど、やっぱり1周目2周目 のスピードは、まあ、これまでのレースと一緒でやっぱタイムを上げることができなくて、で最終コーナースリップ入られてしまってストレートを並ばれて1コーナー抜かれるっていう、まあ、オーバーテイク簡単にされてしまいました。まあ、その後は本当に、まあ、悲しいですけどついていけることなく離され、で後ろから河野選手で終盤は宮城選手に詰められるっていうレース展開になってしまって、結構、まあ、悔しいですね。まあ、その悔しい思いを次の茂木大会につなげることができればいい結果がもっと出ると思います。とはいえ徐々に、上昇機運があるのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、今大会3回表彰台も上がっているという意味で言いますと、でシーズン半ばにこの状態になって、あと残り2大会というところですけれども、あと残り2大会で何か具体的な目標のようなもので設定できますか？優勝です。表彰台、まあ、3位以上はなってないんですけど、やっぱり2位とかよりも1位が欲しいので、まあ、本当に茂木、まあ、あと2回茂木あるので、まあ、1回目の茂木、2回目の茂木、どっちも、まあ、2回あるので本当にチャンスだと思っているので、どっちかの茂木では必ず優勝したいです。はい、ありがとうございました。